例えば、ね、フリーマッサージでき、うん、まあ、できなくな、金できなくなったとしたら自分何残るんだっていう部分で、うんうん、考えたら、うわぁ、気持ちいい。気持ちいい。もう何の話したらいいか、もうどうでもいいやもう。気持ちいい。先生とかでよくね、最初の頃、なんかコスプレしたりとか、そういうキャラクターをつけながらで喋ったりとか、なんかやってて、なるほど、そういうことを自然にされてたのかっていう。そうですね。で、多分その先生のそういう人柄とか、そういういろいろと見てみんな不安になって、で、それだけ成立が乗っかってとか、ね、そうそうそう、ああ、そういうことか。見てもらわないとなんですよね、そうそうそうっていう感じですかね。認知をしてもらってからのじゃないですか。ですよね。まあなんか、あの知られてなければ何をやってても意味がないっていうか。ですよね。特に先生の場合は、何々流なんとか腰痛改善法とか、なんかなんとか療法とか、そういうんじゃないじゃないですか。じゃないですね。どっちかというと人を先に行くんじゃないですか、先生の場合は。人柄を。その何々言うとか何々を知ってる人にしか意味がないというか、とかそういうことに興味がある人にしか響かないから、どんどん絞っちゃいますよね。そちらがすごくそういう、良かったんだろうなって。なるほど。まあ、自分がやりたいようにやっただけなんですけどね。それがなんかすごくよく効率良かったっていうか、まあ、踏まってたんだろうなぁ。そうですね。あとは続かないといけないですもん。まあコスプレはしないですけど。ね、ちょっとメガネかけたりとか。そう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 、キャラクターをやっぱり、顔があんまり特徴ないんで。まあ先生もメガネかけてますし。そうですね。何かしらなんか印象に残る何かあった方がね。そうそう。芸人のおぎやはぎさんも、メガネかけてから売れるようになったって、ね、あ、そうなんすか、そうなんですよ、誰かに言われたんですよね、なんか、有吉さんかな、誰かに言われてかけるようになったら売れるようになったって、でも、やはぎさんって、なんかメガネかけてない顔を見たとき、なんかちょっとおじいちゃんっぽいっていうか、なんかメガネかけたのが私、本当にすごい花が出るっていうか、そうなんですよ、だからなんか似合うんでしょうね、メガネがね、そうそう、だからああいうなんかね、お面つけたりとか、なんかね、コスプレしたりっていうのと、メガネっていうのは意外とそういうやっぱ、一つね、変装的なというか、そう、でしかもナチュラルじゃないですか、やっぱりそうですね、すごくね、やっぱりいいと思うんですよね、だからもう営業メガネですね。なるほど。先生はそれを素でやられてたっていう要素がいっぱいありますね、こういう講座の時はちょっと先生もちょこっとそういう話のあれに使わさせていただきます。はい、こういう先生がいてなぜここが伸びたのか、自分の場合はやっぱりちょっと知り合いに映像関係の人がいたからっていうのも大きいですよね。ああ、そうなんですね。でもそれもやっぱり自分の実力のうちですよね、そういう人材もいて使えるっていう、確かに。
しぶりだからちょっと喋っちゃいました、ね。いろいろ思いがあったんですね。いや聞いてほしくて聞いてほしくて。でもすごい試行錯誤されてるってことが伝わりました、ね。はい、ちょっとなんか、あの、そうなんです。ここに来なくなってからか、低迷してたんで。あ、なんか先生の手の波動を触ってないと調子悪いのかな。そうなんです。全部もう半分以下になってたんですよ。あ、そうですか。あ、ガクッと下がっちゃったんですね。どの動画上げても線上がらなくなっちゃったりとか、回らなくなっちゃったとか。そうですか。それはちょっとモチベーション下がりますね。で、何やってもやっぱ全然ダメで。あげる以上は見てもらわないとなんかね、価値が。で、登録者数の伸びも全然伸びなくなっちゃったし。あらまあ。でもやっぱそうやっていろいろまた考えさせられるってこと大事ですよね。そうですね。やっぱり常に考えさせられるってことがないとやっぱ進歩しないですね。確かに。おかげでいろいろと本当に勉強させてもらったんで、あーちゃー気持ちいいけど、くるー響きますね、響きますね、うおー、すごいな、すごいな、いや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 、いや、いい気持ちいいですよ。気持ちいいですよ。こういう感覚他じゃ味わえないもんな。いや、本当その、ね、三軒行って、はい、やっぱここじゃなきゃダメだって言った人の気持ちもよくわかる。ないですもん、他の人ってもこれ。ありがとうございます。ああ、血が一気に流れてきます。そうですね。全然大丈夫です。
くなったなって感じますね。ちょっと確かに多分年齢から言ったらある方なんですけど、いやここのところも全然動いてないんで、ずっと返信ばっかり言ってたんで、ああなるほどなるほど、まあ、それでちょっと足むくみでちょっとそうですね、先週とライブばっかりやってたんで、少し足がこのこっちはそんなに変わらない感じするんですけど、膝下がなんかむくんでるなって感じで、なんかやっぱりちょっと膝下からちょっとおかしいですよね。座りっぱなしだとどうしてもこっから下にね、結構出ますよね。いや気がつきはもう 5,6 時間座ってたりとかするようになっちゃったんで、毎日、まあでも会社員の人とかみんなそうですよね。そうですよね、だから全くだからそういう風になっちゃいましたね。でも今までがね、やっぱダンスが多くね、毎日動いてた方だから、でもだんだんやっぱりそっちの方に引っ張られてますね。でもまあそのおかげで悪い時の今3倍ぐらいに回復したんで、ああそうですか、よかったです本当。またそのそっからまた大丈夫だよ、目指していかないと、悪いもの出てきてますね、凝ってますね、肩ね。2週間後くらいに来ようかな。来ようかな。一応揃って、ああよかった、はい、こちらも揃って、はい、足の長さも揃ったんで、仰向けにお願いします。ありがとうございます。いやちょっと鼻かんでいいですか。はい、どうぞどうぞ。いやー、いくらでもお手前でもない。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。のチャンネルもありまして、概要欄の方に、載せておきますので、よろしければご覧ください。お願いします。はい、See you. See you.